ライトを浴びて歌い踊る夢の舞台。私たちに夢を与えてくれる華やかな舞台の陰にはスターたちの目に見えない苦労と努力があるのです。どのスターたちも舞台に立つために必ず歩んできた道があります。そして今舞台に立つ日を目標にスターを目指して日夜励んでいる乙女たちがいるのです。大阪のベイエリア弁天町にあるニュー OSK 日本歌劇団の研修所。ここで日々厳しいレッスンを受けているのがニューOSKの本科生たち総勢10名。この日はバレエのレッスンが行われていました。ほとんどの生徒がバレエの経験者なのですが、講師の前ではまだまだのようです。まだ私の方は優しい方なんです。もういつも見えてる北本先生はもう汗びっちょりになって、みんなそれでももう休ましてもらえずにね、息もできないくらいの時もありますし、みんな多分それ味わってると思います。みんな動かして楽しくさせてあげたいし、そしてまた未来の夢見てね、入ってきている人たちですから、やっぱりいろいろなことを吸収してもらっておきたいの で、一番私自身も OSK の大不安なんです。もう本当にだからもう一人も欠けることなくね、このまま何年も続けて舞台やっていただけたら嬉しいなと思います。本科生の中でも一際目立つ長身の彼女は目下男役を目指している平石恵美さん。いろいろ授業をしていて、こう自分が思った通りにとか先生が教えてくださった通りにできない時、その時はもうすごく辛いし悔しいです。バレエや日舞はこうちょっとやったからといって簡単に上手くなるものではないというか、形が決まっていてその中でこう表現するというものが多いので難しさを感じます。厳しいレッスンの中でも常に笑顔を忘れない、これが本科生のモットーです。初舞台の時は必ず見に行ってね、もうあの子あの子あの子って見るのがすごい楽しみなんです。